おはようございます。ザリガニ親父のワンポイントコミュニケーションテクニックナワーです。今日は9月は30日水曜日、最終日になりました。今日もバイリンガルビデオダイアリーとして一つコミュニケーション上の重要なポイントをお伝えするわけですが、今日は最終日、この9月に出したですね、6冊の新刊です。6冊の本、これで私の本はトータル71冊になりました。71冊目の本はちょっとですね、9月中の発刊には間に合わなかったですが、10月の頭にですね、出ます。この今日はですね、この9月に出しました5冊の新刊についてご紹介させてください。まず2つの本ですが、これは20年前に出した私の処女作、リスを取って売れという本があります。これはちょっと説明すると長くなりますんで、まあそういう本があります。その本の出版社の日進報道さんは会社を畳みましたので売れなくなりました。そこで私はですね、社長さんに 100% 権利をいただきまして、自分で再販いたしました。2冊、1冊目がですね、リスを取って売れ、表紙は全く同じです、処女作の本と全く同じの都会版とお表紙には書いてますが、モダンにしたですね、 100% 書き直して、文章をモダンにした、ちょうどですねパリのストロベリーカフェみたいな感じです。2冊目の本はですね、全く同じリスを取って売れをですね、全く触らずに、どちらかというとですね、抜き取った大根のような泥がついたような素朴な本です。リスを取って売れの再版ですが、泥臭い本です。3つ目の本はですね、68冊目の本はズーム、私はズームを使ってコミュニケーショントレーナーをやってますので、ズームのですね、会議およびセミナーのファシリテーター育成のマスターブックです。4つ目の本はですね、それをですズームを開催する主催者に対する分厚いマスターブックです。ズーム主催者という本。5つ目の本はですね、共感力という本です。これはですね、今このコロナの問題で皆さん非常にですね、心がすさんだりですね、人とのコミュニケーションで困ってしまっていると思います。共感力がベースになります。この5つの本をですね、発刊いたしましたのでお伝えいたします。明日からですね、10月1日からこの5つの本について1冊ずつ説明していきたいと思います。今日はちょっと2分じゃなくて3分になってしまいましたが、どうもありがとうございました。 God bless you! God bless me! God bless everybody! Every countries! Bye bye!